はい、始まりました。月に1回お送りしてます、風とロックキャラバン福島、6月8日土曜日、今日は古戸の町からの公開生放送です。古戸の町の、女性若者等活動促進施設からお送りします。こちらに来たのは2回目ですね。前回は2014年だ、10年前だね。12月20日この会場でした。ゲストは渡辺俊美と石崎ひゅういでした。そうそう、今日はね、後ほどね、この新しいプロジェクト、もう見えないでしょ、遠いから。パッと、今ちょっと額に入ったプロジェクトのちょっと概要があるんですけど、それを皆さんに、ラジオの前の皆さんにも発表しようと思っております。それでね、この番組にいつもたくさんのメールをいただくんですけど、今日そのメールを放送の前に目を通していたら、カズリンっていう人がいるんですよ。この人は2012年の12月に始まった時、13年の12月か、これ始まったの。だからもう11年続いてる番組、百何十回やってるんですけど、皆勤賞なのね、その人。南相馬の人で。で、僕も皆勤賞だったんだけど、一回インフルエンザで休んじゃって電話出演だった時があって、まあ電話出演も皆勤賞のうちに一応準皆勤賞に入れてもらおうと思ってるんですよね。ほんで、そのカズリンさんがなんとですね、まあ、風邪もひかずに、事故にも遭わずに、ずっと皆勤賞を続けてくれたんですけど、今日、皆勤賞が途絶えますっていうメールが来ていて、ねえ、ご長男さんが結婚の報告に来る日になっちゃったらしくて、被っちゃったらしくて。それはおめでたいんだけど、このキャラバンとしてはちょっと残念なので、さっき無理やり電話番号を調べてですね、電話出演、そうすると僕と並びます。電話出演1回ずつ、あと全部出てるってなりますんで、ちょっと電話して、息子さんにも出てもらおうかな。はい、もしもし。もしもし。あららら、カズリンさん、はい、こんにちは。なんでしょう、何、息子結婚すんの？そうなんです、長男が結婚することになって、今日挨拶に来るって言うんですよ。なんで今日にしたの？お休みが取れたのが今日らしいんです。あ、そうなんだ。挨拶に ここに来ればよかったじゃん、古殿に来ればよかったんじゃないの、長男。そうですよね、古殿の方が近いんで茨城なんで。あ、茨城なの。うん、はい。あ、そうなんだ。あれ何時に来るんですか、長男は。もうすぐ来るかと思います。じゃあ長男が来たらもう一回電話つなぎますね。いや、でも多分終わってるかもしれないんで。あ、終わってるかもしれないんだ。何、じゃあさ、まあ、来れたんじゃないの。え、来て戻って。うん、そう思ったんですけど、うん、終わるのが3時じゃないですか。はい、戻ってくると2時間相馬だとかかるんで。そっか、夕方になっちゃうんですね。うん、なんかいろいろ準備してんですか、寿司取ったりとか。いや、今日は次男家族と一緒に、うん、ちょっと浜の方に行ってお泊まりしようかなと思って。ああ、そういう感じね。あれ、じゃあ何、そのご結婚されるあの言い名付けの方も一緒に来るの？そうです。おお、もう会ってんですか、何回か。はい、何回か会ってます。どんな人ですか？長男より背が高くて、もう私なんか見上げるぐらいです。バレーボールとかやって、あの大谷翔平の奥様みたいな感じかな。だから私もバレーボールかなんかやってたのかって聞いたら、水泳だそうです。ああ、水泳ね。松任谷由実さんの5センチの向こう岸っていう歌があるんで、5センチメートルの向こう岸っていうね。はい。彼女の方が5センチ背が高いっていう歌なんですよ。あ、大体それぐらいです。うん、それちょっと、その泊まりに行った時、スーッとスマホとかでかけてみて。あ、はい。金髪からのリクエストですみたいな感じで。あ、はい、わかりました。まあ、カズリンさん、そういうわけで、ご無理ってね、つい30分前ぐらいに、ようやく電話番号が分かって電話しましたけど、はい、ということなので、また、次回以降ね、はい、今月もう一回ありますんで、会津の方から、また、解禁で来てください。ぜひ、はい。これで並びましたんで、僕ら。そうですね、はい。
かりました。もうずっと僕コンプレックスっていうか、もうカズリン見るたびに俺はまあ負けてるみたいにずっと思ってたんで、ちょっと気持ちが晴れました。あ、じゃあよかったです。はい、ありがとうございます。息子さんと、はい、ね、その背の高い素敵な方にもよろしくお伝えください。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はいはい、ありがとうございます。さようなら。はい、ちょっと順番逆になりましたけど、カズリンのメール読んどきますね。柳井さん、安倍さん、会場の皆様こんにちは。今日は会場に行けません。今まで運よく解禁を続けることができましたが、長男が結婚の挨拶に来るため今日はお休みです。いつかは休む時が来ると思っていましたが、こんな事情で休むとは点々点、想像の斜め上の展開です。かっこ笑い。今月は2回の開催とのことで、次回は私的私的キャラバン第2章をスタートさせたいです。私にとってキャラバンは月1の生存確認の場です。いつも気にかけてくださる方々ありがとうございます。1回でも多く参加できるように精進しますと。まあすごいよね、毎回ね。帰り道で車で山から岩石が落ちてきて、フロントガラスが大破になったこともあったって言ってましたね。前ね、僕福山雅治さんの全国ツアーにずっとこう帯同してた時があって、震災の前の年ぐらいかな。その時ホテルのロビーで全部来てますっていう人にやっぱり会って、やっぱり同じようにその運が良くないと来れないんで、神社にお参りして運を良くしてるんですって言ってましたね。チケットも当たんなきゃいけないからね。まあ、これはね、これも結構激戦ですけどね、このキャラバンもね。自分で笑っちゃいけません。今日も古都の街、もう3万人近い方が、空席以外は全て満席となっておりますね。はい。でも本当たくさん、今日はね、もう年齢層も非常にこう、低いというか、高いというか、判断がしづらいですけど、すごく素敵なムードの中で、お送りします。そしたらですね、そうですね、ちょっと読もうかな。メールもう一つぐらい読もうかな。ひろえもんさっきも会いました。宮城から来てる、あれですね、去年の風とロックイモ2回で、あなたどこから来たんですかってボードを確認でくれた、このキャラバンにもいろいろで、新地町で出てくれたりした、リスナーの方ですけど、柳井さんこんにちは。先日のキャラバンで柳井さんとお話しさせていただく機会があり、隠れさだまさしの話からオフコースでさえ好きだと公言できない時代があったという話になりました。私が安倍さんを知ったのはそのオフコースの曲、安倍さんが作詞をした1億の夜を超えてでした。いつの日か1億の人間を、いつの日か一夜のロックショーに。もうこれ本当にもう詩を読んでるだけで本当メロディーつけてつい口から出そうになります。はい。今聴いてもこの曲の歌詞は本当に痺れます。安倍さんにハマったのは妹の方が先でした。ラジオ放送の365日のラブソングは欠かさずに聴き、よく二人で安倍さんごっこをしました。安倍さんごっこってどんなんだ。ラジオの公開録音にも行きました。唯一無二の歌声を聞くと、そうな、唯一無二なんですよね。今日は本当安倍スペシャルでね、このキャラバン行きますからね。唯一無二の歌声を聞くたびに青春の日々が蘇ります。古都の街は私の住んでいる丸森町でいいのかなと349号線で繋がっています。安倍さんは丸森町にもよく来ていただいてました。普段のキャラバンでしたら諦める距離ですが、安倍さんがゲストということもあり参加させていただきたいと思います。ラジオネーム、頑張っていくけどいけないかもしれない宮城県民ひろえもんでした。安倍さんのファンの人って結構たくさんいるでしょ、今日。どうですか？ね、ありがとうございます。安倍に代わって僕からもお礼を言いたいと思います。もう本当大好きでね。今日はね、だから2時台は、普段だと2組のアーティストなんだけど、安倍さん、ぶち抜きで行きます。前半は安倍さんと僕が語り合って、僕がトップランナーって番組やってた頃のこう司会の気分で安倍さんにいろいろ聞いていこうと思います。で、後半は安倍さんのミニライブということでね、皆さん、ラジオの前の皆さんも楽しみになさってください。はい。そうそうそう。で、風とロック芋2回。今日ね、今日じゃないですね。9月7日、8日、ちょうど3ヶ月後です。今日、その2だですね。第その2の出演者の発表が
ありました。おなじみの奈良美智さんやサンボマスター、いろんなおなじみの人たちに加えて、桃色クローバー Z の玉井詩織さんが、今年の芋に買いに来てくれるようになったり、ことになったりしてますので、ぜひぜひ皆様、今チケット発売中ですので、お買い求めください。そしてね、曲この後、かけるんですけど、かけたい曲が、うねめどんどこという曲です。で、これ何かというとですね、郡山にはうねめ祭りというお祭りがあります。今年は8月1日、2日、3日に、僕のふるさと郡山市で開催されます。もう第60回なんです、今年。で、郡山はちょうど市政100周年。そんなこともあって、風とロック芋に会、今年、郡山の海星山公園で、開催するんですけど、そのうねめ祭りをさらに盛り上げて、さらにもう100年愛されていく祭りにしていこうっていうので、普段の踊り流しはもうそのままもちろん、行います。で、最後の10分間のグランドフィナーレを、新しい、公式何ソングだっけ？公式フィナーレソングじゃなくて、自分でやっといて、ちょっと今忘れましたけど。まあその最後のね、歌に、うねめどんどこという歌を作りました。僕が作詞と作曲とプロデュースをしています。歌は、西田敏行さん、郡山市出身、柳井夢奈さん、娘じゃないです。あとは、栄太荘、この番組にもよく来てくれてます、成瀬栄美さん、みんな郡山の、人たちですね。そして、サウンドプロデュース、柳井健一。これも兄弟じゃないです。たまたま柳井が3人揃いましたけど。そして、ギターソロを、田島隆夫さん、郡山で、いろんな音楽活動もしてました。高校時代、郡山の学校に通ってた田島さん。そして、グリーンボーイズがラップで参加してくれてます。グリーンボーイズはね、元グリーンですね。E が4つあるグリーンです。その、ミュージックビデオ、そして楽曲も完成しまして、郡山市の、ホームページ、そして公式チャンネルで公開中ですので、この歌をちょっと今日、皆さんに聴いていただこうと思います。それでは、郡山うねめ祭りの今年、今年、今年こうフィナーレを飾る、曲です。うねめどんどこ。愛してるぞい、愛してるぞい、いつも君を愛してるぞい、愛してるぞい。混ざれ見て寝て混ざれ踊れ踊れ幸せになれ。
ざれ混ざれ見て見て混ざれ踊れ踊れ幸せになれ愛してるぞい。はい、聞いていただきました。うねめどんどこ郡山うねめ祭り、今年は8月1日2日3日、木金土の3日間開催されます。その公式エンディングテーマソングであるうねめどんどこ聞いていただきました。実はね、県内のテレビ局やラジオ局のアナウンサーの皆さんもこのコーラスに、どんどことことんどんどことことんで参加してくださってまして、このラジオ福島からは手塚真一さん、そして山地美佐子さん、かかずゆき子さん、この3人がね、コーラス参加してくださってます。ありがとうございます。風とロックキャラバン福島、今日は観野屋大成プロダクションランドセルの A 氏の特別協賛で、古戸の町女性若者等活動促進施設から公開生放送でお送りします。さあ、それでは、参りましょう。早速古戸の町の地元ゲストのコーナーです。10年前にご一緒したお二人もいらっしゃいます。で、まあ10年前はまだ小学生だったお嬢さんも大きくなられて今日いらしてます。久しぶりですね。じゃあ、まず町長から自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。古戸の町町長の岡部光則です。今日は地元の皆さんをはじめ多くの皆さんにご来場いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡部町長59年生まれ、今年1959年生まれ、昭和34年生まれで現在、そうすると今年65。はい。どうですか？お若くしていらっしゃいますね。10年前とあんま変わらない感じするけど。髪の毛が薄くなりました。薄くなりました。なんかその、対策とかしてるのですか？特別はしてないです。してないです。自然のままにね。なんかわかりますよね。ちょっと薄くなったかなってわかる瞬間って、どんな瞬間に思います？雨降った時ですか？雨降った時。うん。周りの方より早く感じます。感じます。まあ逆にね、自然を、頭の上で感じて暮らしてらっしゃるってことでね。まあ、ちょっとね、その、二人向こうにいる、お酒作ってる人がね、笑いすぎて、ね。大丈夫、大丈夫。まあ、仲のいい街なんですね。そうです。ちょうど、後ろが、
蝶々の後ろが僕から見えるのでこれかと。はい、いいですね。みんな自由に物が言えるこの街の空気感、風通しいいですね。はい、今日はよろしくお願いします、蝶々。はい、はい、そして、あれこれ順番、そっか、土屋さん先に行きましょう。古都の街地域おこし協力隊の土屋夏美さんです。はい、はい、皆さんこんにちは。古都の町で地域おこし協力隊として、小学校、この小学校の方で ICT 学校支援員と AET として働いてます。AET というのは、アシスタントイングリッシュティーチャーの役で、小学校は基本的には担任の先生が全部教科を教えるんですが、英語は私と先生と一緒に、授業をしております。はい、どうぞ、もうなんぼでも喋ってください。個人的に、ラジオとか、フェスが結構好きなので、いつもこの体育館って全校集会したり、あと体育の授業で使ったりもしてるところで、こういうなんか、ことが起きて、不思議な感じと夢のような感じで感動しております。よろしくお願いします。はい。はい。今日はね、ラジオなんで、ラジオの前の方々にはご覧いただけないですけど、夏美さんの衣装はこれマレーシアの、はい、なんていう服なんですか、この上下セットアップで。バジュクロンという女性の伝統衣装なんですけど、はい、マレーシアでもうなんていうの、その日本語パートナーズっていうのをしてたんだね。はい、うん、10ヶ月マレーシアのとっても田舎の方に住んでまして、そこではそうですね、イスラム教の国なので、はい、毎日こういった衣装を着て、中学校の方で日本語を、はいはい、教えてました。で、出身が猪苗代町で。あ、そうです、猪苗代で。はい、あ、そうなんですね。まあ、ちょっともったいないですね、ラジオでね、この本当素敵な模様の。ありがとうございます、ね。そしてね、蝶々も普通蝶々とか村長ってスーツ着てくんだけど、今日ラジオだってことでカジュアルな感じでね、蝶々も素敵なシャツですね。ありがとうございますこの一瞬の間は何なんですか、これ。はい、楽しい古都の街からお送りします。はい、そしてさっきから笑いすぎの、はい、この方も2014年もその時は商工会青年部として来てくれましたね。自己紹介お願いします。皆さんこんにちは。古都の町で今創業1830年創業の豊国酒造という酒蔵を、の9代目の蔵元をしている柳井健生と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。柳井つながりで。そうなんですよね。字はね、ちょっと、あれですけど、意味は同じなんですよ。俺の矢も竹冠に前ですけど、はい、竹が前に進んでいく弓矢の矢と一緒なんですよね。この簡単な方の字が羨ましいなと思って、何回かこの字に、で書いたこともあります、僕。すごく簡単でいいですよ。試験の時、第一問早く始められるでしょ、うん、名前書く時間短くて。確かに、はい。いやいやいや。いぶきを、最初に生み出したのが柳井さんなんでしょ。そうですね。当時として、はい、そうです。僕蔵に戻ったのが2009年なんで、うん、いぶきは2011年ですね、うん、震災の直前に、うん、立ち上げた新しいブランドというか銘柄ですね、うん、今ではねもうあちこちで見ますよ。ありがとうございます。県内だけじゃなくて東京でも飲めるしね、うん、1漢数字の1に歩くに、はい、己、はい、一歩己、これ名前もつけたの自分で。そうです、そうです、これもその、まあ、意味というか、自分自身のこう一歩ずつ、一歩目だな、うん、はい、一歩ずつだし一歩目だしですね、うん、でこうしっかりこう歩んでいきたいってところで息吹っていうふうにつけたんですけど、一歩こうとかずっと言われてましたなかなか、うん、でもこれ読めた瞬間の嬉しさってのもあるよね。そうですね、覚えてもらって、はい、注文してもらって、うん、柳井健生さん。健生、はい。これ、本当は違う読み方だったりとかじゃないの？健生なの？もうこのまま健生。ちっちゃい時から健生、健生って言われて。健生、健生でした。健生級とかって言われたりした？言われました。やっぱ言われた。言われます。もう、しょっちゅう言われました。悪い意味じゃないですからね、健生するってね。そうですね、うん。はい。はい。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。なかなか今日も、
個性豊かな3人ですけど、じゃあまずこの古殿町の魅力をね、改めて皆さんの言葉で伝えていただきたいと思います。じゃあ県政さんからいきますか。はい、はい、そうですね、古殿町の魅力は本当にこう自然があってとかそういったところもそうなんですけど、僕この町の人と人のこう距離感がすごく好きで、うん、もうこの距離感で町長と普通に会話できちゃうというか距離感というか本当、ね、物理的な距離じゃなくて、町長のこう頭ネタとかを笑える、それ距離感、県政さんだけが許されてることじゃなくて、みんなそんな感じなんだ。みんなですよね、近いですよね、町長。なんかこのそうですねがすごくこうこの街の魅力だなって思ってるんで、うん、もう大体みんな知り合いで、うん、みんなこう仲がいいっていうのがすごくこう魅力ですね。いいですね。うん、その人と人のね、はい、距離というか、うん、だけどちゃんと思いやりあって、そうですそうです、はい、仲良くして、でも言うべきことは言ってみたいなね。うん、いただいてた資料の中で僕はこれいい言葉だなと思ったのは、その自分自身がもっと地域のことを知って誇りに思わないと、その自分たちは県外に発信ができないんだっていうね。はい。まさに僕それ本当に思うんですよ。石巻という、とお隣の宮城にある、そこに、女性たちがやってるプロジェクトで、石巻に恋しちゃったっていうプロジェクトがあって、前取材に行ったんですけど、あ、石巻大好きっていう意味なのかなと思って話伺ってみると、やっぱり、県政さんと同じこと言ってて、みんなに良さを伝えるためには、自分たちがもっともっと知らなきゃいけないんだって言っててね。なんかすごい大事ですよね。案外知らないんだよね。そうですね。まだまだ。うん、知ってるようでこう表面しか知らなかったりとか、うん、まあ、距離感がそこまで近くなかったりとか、うん、ですごくなんか実感する時があったんで、うん、やっぱりこうこっちから歩み寄って、ちゃんとこうそこをこう心から好きにならないと、はい、やっぱりこう言葉が薄っぺらくなっちゃうようなのがあってですね。そうですね。うん、大きくうなずいてた土屋夏実さん。土屋さんの感じる、はい、まあ、地域おこし協力隊というね、こともあって、そんで、アメリカに留学したり、はい、それこそマレーシアに行ってたりして、その、外からって言うとあれだけど、また違う視点から、この古殿町、そして、福島を見てるわけじゃないですか。で、その視点がやっぱりこの地域おこし協力隊のとても大事な、ね、なんか力の一つですけど、どんな風に見えてますか、古殿町。はい。私は普段小学校で仕事をしていて、うん、地域資源がすごく豊かだなと思っています。小学校では見学学習とかで道の駅ですとか、あと豊国酒造もですし、あと阿久津こんにゃくなどいろんなところに見学に子どもたちが行きます。うん、あとは5年生になると田植えの授業があったりして、すごくその食育にも役立ってるなと思っていて、先日6年生の英語の授業で、はい、CAN を使った文を古殿町を紹介する文を作るっていう授業があったんですけれども、そこで子どもたちが自然に You can see やぶさめとか、うん、You can eat カステラ巻きとか、すごくその子どもたちの知識の下地に地域 の豊かさがこう下地になってるんだなと思って実感しました。CAN ねキャンって素敵な言葉ですよね、改めてね。中学の時早めに習う言葉ではあるけど、今は何？小学校で英語の授業？今ちょっと聞いてドキッとしたけど。そうですね、授業って5年生？はい。へぇー。なんかほら、自動翻訳機とかいろいろあるけど、はい、なんていうのかな、やっぱり英語が喋れることで子供たちが、なんだろう、こういろんな人と仲良くなれたり、いろんなことに物怖じしなくなったりってあるような気がして僕見てますけど、どうですか夏実さん、そのあたり。そうですね、うん、語学もそうなんですけど、うん、英語もまあそうなんですけど、うん、そのなんていうの、勉強っていう面だけじゃなくって、こう語感を通じて、うん、語学とかも異文化をこう勉強していってほし、学んでいってほしくて、そうすると本当にその、まあ、喋れるだけじゃなくて、じゃあどうしてその言葉になったのかとか、うん、深くその文化の背景とかも知ることができるので、うん、そうですね、語学すごい大事だったって、はい。ラジオやフェスが好きでね、土屋さんは、はい、でいつも勉強してるこの場所が、朝礼をやってるこの場所が
こうやってラジオできるなんて夢のようですっておっしゃってましたけど、ちょっと英語で言ってみてもらっていい？もう意訳されててもいいです。すごい真っ白な。ごめんなさいね、これで、うん、ちょっと生放送ですいません。じゃあもうちょっと違う、自分の好きな食べ物とその理由っていうのを英語で言ってもらっていいですか？My favorite food is shrimp、うん、because、shrimp is many dishes. Shrimp has many dishes. なるほどね。Thank you. 先生、素敵ですね。そしてそれはこのマレーシア語で言うとどんな感じですか？サヤスカシュリンプ忘れました。いいんですよ、いいんですよ、うん、あでもサヤスカって何今の？サヤは自分、うん、私という意味で、うんうん、スカは好きという意味で、はい、だからスカガワシなんか好きガワシだある種。いいっすね。そうですね、そう聞こえるかもしれないですね、はい、はい、ありがとうございます。町長お待たせしました、すみません、はい。まあ、町長はいろいろやっぱ総合的にこの町をこう長く町長もされてますから、いろんな魅力発信してきたと思いますけど、古戸の町一言で言うと どんな町ですか？町民の皆さんが何もなくて困ったという、うん、その何もないのが一番の魅力だと思ってます。一番大事な、先ほど健介君が言ってくれた人、これが一番大事なと、これが素朴で本当に純粋でいいなと思ってます、うん、と皆さんが見た時にこう森林、町町の中の8割が森林です。そういう中においてこの森林も山の中で困ったなっていうふうな思いもあるけど、それが自然豊かな中にあって、まあちょっと建設には申し訳ないかもしれないけど、そういった自然豊かな中でのきれいな水がある、そしていいお酒ができる、こうした環境の街、これが一つの大きな魅力だと思います、はいはい、うん、いいですね。その健介君に申し訳ないって言ったのは何ですか？健介君にとっていいことじゃないですか？うん、今ここでね、そういうお話をつなぐときにはどうかなと思ったもんですから。そういうことね。いや実際はやはり、うんうん、原水で飲める水ですから、うん、だから私たちも簡易水道っていう形で町民の皆さんに提供してますけども、だから法的な形でやってますけど、原水で飲めるきれいな水があるっていうのはすごい、豊かだなというふうに思います。はい、8割が森林、はい、どんな木、あ今見えてますけどもう囲まれてますけど、ここもしかもこの学校の入り口の向こうが田んぼでね、すごいバーッときれいな風景が今日もいい天気の中広がってましたけど、どういう木が生えてんの？基本的には、すいません、ちょっとタメ口になっちゃいました。一番悪いです、うん、杉、杉、うん、その昔は広葉樹が多かったんですけども、うんうん、杉滝等々をやりながらなりわいにしていました、うん、で杉が良くなってきて、これは人工林にしてきて切り替えて、うん、そしてやっぱり単価の問題、生計立てる上でも、うん、そうした背景があります。で今は現在はこの杉が多いんですけども、花粉症で困ったということで指摘をいただいてます。ですから今後この森林整備をしながら花粉の少ない木に変えていくとか、そうした取り組みをしていかなければならないっていうのが現状です。そうなんですね。町長が子供の頃はそんな花粉症とかなかったでしょ？はい、私は花粉症ではありません。今も花粉症じゃないの？今も花粉症なのに花粉症じゃないってずっと言い張ってる人たくさんいますけど、それでもなくて全然大丈夫です。うわー、憎ったらしいな。本当大変ですよ、花粉症の人たちはもう あの時期ね、そしたら、まあ、今の話でね、これからの、まあ、この後の質問がこれからの古戸の町に必要なものっていう質問で、まあ、その花粉症の対策で植え替えていくってこともその一つだったなぁなんて思って聞いてましたけど、また町長から戻ってきますで、最後県政で終わりますんで、これからの古戸の町、何が今足りない、何が必要、町長、何もないっていうところも一つの魅力なんだっておっしゃってましたけど、どうですか？はい、今古戸の町でおおむね、施設等々の中においては整備されたかなというふうな認識をしています、うん、ただその更新時期に来てんですね。
まあ、そういう意味で、令和6年度の大きな事業という意味では、近くにあります道の駅、この道の駅の整備というふうな形に今取り組んでいます。まあ、さらには、今後の中において、町民のいろんなニーズの中において、やはり一番難しいのは人口減少ということで指摘されています。この辺の心配を行政側がいろんな対策、これ古戸の町、例えば婚活とか、それから石川五町村の広域の中での婚活とか、そうした対応はしておりますけど、やはり人口は少なくなったといえども、今いる人たちがそういう危機意識を共有しながら一緒になってまちづくりに、取り組んでいってもらいたいなと。まあ、これが一つの大きな今後の取り組みの大事なところだと思ってます。はい。まあ、さっきのうねめどんどこでも歌詞に入れましたが、愛し合うってことですね。とってもね、その男女とか夫婦とか恋人ってことだけじゃなくてね、人と人がね。あの、道の駅の整備っておっしゃってましたけど、どんな風に道の駅良くなっていく予定なんですか、これから。今、あの、道の駅の後ろの、田んぼ、地権者の皆さんに了解いただいて、で、協力いただいて、今、町の所有になりました。で、これから、あそこを拡張していく中においても、拡張ね、今までの、町民の皆さん、それからお客さんの声、そうしたものを踏まえた中において、これからのレイアウトを含めた整備の内容、これが、大変重要であるというふうに思っています。また、具体のところまでは言ってませんが、ぜひ皆さんにも、今の道の駅をはじめとして、今後変わっていく道の駅にも、ご来場いただければありがたいというふうに思います。そうですね。あと、先ほど、県政君が言ってくれたように、私自身、町民とフレンドリーな関係でいたい。そういう意味では、いろんな垣根を越えて、いろんな声もいただけるというふうに思ってますんで、子供からお年寄りまでの間、フレンドリーな形でお付き合いできればと。ただし、公の場に行った時は、みんなの代表だから、それなりのしっかりとした形で臨ましてもらっております。はい。はい。ありがとうございます、ジョジョ。じゃあ、続いて土屋さん。はい。今足りないもの、これから必要なもの。はい。はい。今年、行われるパリオリンピックに、古戸の町出身の自転車競技の方で、久保木選手という方が出られるんですが、久保選手、はい、こうそういう方みたいに、こう、まあ、古戸の町とっても田舎なんですけど、こう、世界を恐れずに、ボーダーレスに活躍していってくれるような子供たち、人は宝ですので、はい、どんどん、活躍できるようになっていったらなと、そしてそのために、いろんな、そのお手伝いが、私の活動でできたらなと思ってます。はい、まさに英語なんかそうですしね、本当に僕は名産品って食べ物や、民芸品とかいろいろあるけど、やっぱ人ですよね、本当にね。はい。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ最後、県政さんから。そうですね。はい、足りないものというか、まあこれからに向けて、なんでしょう。まあすごくこう、やっぱり古戸って人がいいというお話をさっきしたんですけども、まあ距離が近いとか、まあ、こう和気あいあいとっていうところはあるんですけど、やっぱりこう、ここぞっていう時の気合、おっしゃやろうみたいな。それをもっとこう、前面に、押し出していけるようになったら、もっともっとこう楽しい街になるんじゃないかなって。まだどうしても、まあこういう、まあ、ちやなちゃんの話にも通じるんですけど、まあ、田舎というか、地方っていうところで、まあ、なあなあな部分とか、これまでの、惰性的な部分とかも、やっぱりあるので、そうじゃなくて、まあ、外に行こうっていう気力とか、何か新しいことをやろうぜみたいな、こう、その気合、自分のこう、ステージを1個2個上げなきゃいけないっていうこう、なんて言うんでしょうね、アクセルを踏む感覚をもっともっと、身につけていけたらすごくこう楽しい街になるんじゃないかなって思ってますね。10年前に同じここでね、まあ、町長もいて県政さんもいて、なんだろうな。まあ、あの時はすごく頭のいい若者だなっていう印象が僕はあって、まあ、今もそれ感じましたけど、その頭がいい以上に、なんていうの?キラキラと熱いね。ありがとうございます。実は裏で悪いことしてんの?いや、今日ちょっと家族が来てるんで。家族来てるんです、はい。ちょっといつも以上にキラキラしてるかもしれない。いや、キラキラ、この、そこちょうどこう、外からね、青空の光が入ってくる
ポジションのせいなのかなと思ったけど、すごくいいですね。ありがとうございます。キラ、これラジオで伝わりますかね、このキラキラが。そうですね、伝えたいですね。伝えたいね。じゃあ、県政のその夢って何なんですか。僕の夢ですか、うん、まあその仕事、はい、お酒に関してもあるかもしれないし、町に関してもあるかもしれないし、うん、一人の人間としてってのもあるかもしれない、はい、うん、そうですね、僕の夢は何だろう、誰よりも楽しさにあふれてる人になりたいなってあって、何かこの人といると楽しいなとか、うん、あ、この人なんか楽しそうなことをやりそうだなっていうエネルギーに満ちた人になっていきたいなって思って、まあ、僕自身も楽しくなりたいし、まあ、僕の姿を見て周りの誰かとか、まあ、例えば子供たちが、なんか僕も私も楽しいこと、こんな楽しさにあふれたことやってみたいって思ってもらえるように、自分ももっと発信というか、もっともっとキラキラっていうんですかねしたいなって思ってます。いいね、あのもっともっとってとこで一瞬悪い顔になりましたね。あのすごくいいなと思いました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あ、何いいですよ、いいですよ。あのね、うん、今、健介君がそういうふうなことを言ってる中で、うん、町の、PR って言いますか、うん、それと、今、なんとかしよう。自分たちも良くなっていこうっていう形で、はい、フルドのタイムっていう事業、フルドのタイム、はい、うん、それはそれぞれ の分野でもって、それぞれの方々が自分の専門的な中で提供できる場もしくは内容をやろうということでね、メニューとして 30メニューぐらい、ね、30ぐらいのメニューであって、これ今やってます。3年目なのかな、建設の中心でやってくれてるんだけど、うんうん、これはね、町の PR と同時に、はい、町を何とかしようって、そういうアクションを起こしてくれた町民の皆さんがいるってことがすごくありがたい、大事なことだっていうふうに思ってます。そういった取り組みをそれぞれしていただいてるんです、うん、はい。はい。フルドのタイム。具体的にはどんなことしてる？まあ、各自こう、なんて言うんでしょう。もう自分が持ち出せるものを全て持ち出そう企画で、うん、例えば僕だったらもちろん蔵の中を案内したりっていう企画ですね。うん、まあ、農家さんに収穫体験をしてもらったりとか、うん、まあ、フルドノの子、今ある自分たちのコンテンツをすごく見せていこう、外に発信していこうみたいな企画ですね。楽しみですね。ね、土屋さん、楽しみですね。今寝てた？大丈夫？ちょっともう自分の番終わったからって一安心してたでしょ、今。はい。じゃあ最後に土屋さんに何かお気に入りの一曲を、はい。ちょっと一曲はないんですけど、うんうん、一曲はないけど、活動のイベントの告知してもいいですか、うん、いいですよ、みんな、いろいろギリギリで出してくんね、うん、すいません、はいはい、素敵です、はい、私、県政さんの、その豊国酒造の中に、うんうん、蔵の場っていうコミュニティスペースが蔵の場、はい、うん、あるんですけれども、うん、そこでもその英語を教えさせてもらっていて、うん、そこで来週の土曜日に、はい、英会話サークルがあります。6月15日、はい、あ、いや、すみません、日曜日です。日曜日の2時から、うん、はい、はい、英語が苦手っていう方も中学生以上でしたら誰でも大歓迎ですので、はい、豊国酒造の中の蔵の場に行けばいいの、はい、それ、あ、はい、来ていただければ、はい、もう楽しくします。はい、好きな歌はどんな歌なんですか。何でもいいんです。夏美さん、うん、歌わなくてもいいから好きな歌、うん、そうですね、私の推しとかでもいいですよ。推しは、スミカです。あ、そうだ、さっきね、携帯の裏にスミカの写真貼ってたはい、今度ロックオンジャパンにも行きますので、はい、はい、音楽大好きです、はい、スミカいいですよね。はい、あったかい気持ちになります。そうですよね、本当にね、ありがとうございます。はい、それではフルドの町地元ゲストコーナー、お三方、フルドの町長岡部光則さん、豊国酒造合資会社代表社員の柳井健生さん、フルドの町地域おこし協力隊の土屋なすみさんでした。ありがとうございま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 した。風とロックキャラマン福島、今日は菅野屋大成プロダクションランドセルの栄心の特別協賛で、フルドの町女性若者等活動促進施設から
公開生放送でお送りしています。あんまりこう口出ししようとは僕思わないんですけど、この女性若者と活動促進施設、こう硬すぎない町長この名前。あ、そうなんですか。はい、これもう読むの大変ですよ。漢字が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 連続してますよね。はい、そんなそんなでですね、二時台はもう安倍さんに登場していただきますが、その前にね、今日はね、もうスペシャルな、お知らせがあるんです。新プロジェクトの発表をここでしようと思ってます。この風とロックキャラバン福島は、何度かオーディションをやってきました。2014年に福島歌姫オーディションというのをやって、そこでは、カナっていう4人組と、イモニーズっていう4人組が生まれてね、僕と音速ラインの藤井くんとで、プロデュースをして楽曲を作って、このキャラバンにもたくさん出てもらってっていう風な活動でした。もう9年前か、2015年だ。そして、2016年には、2人のキャラバンズ、今日まだ来てないかな、遠藤夏美さん、石川の遠藤夏美さん、あれもう一人誰だっけ？ん？成田くんだ。そうだ、成田くんだ。バンダイサンズのね、成田くんでした。二人で二人の福島っていう歌を59市町村全部歌い込まれてる歌をね、歌ってくれたりして、でそれから毎年続いていくのかなと思ったら、ずーっと休みというか、お休みしてましたけど、久々に、またなんか福島の人たちとこの番組の中で、そして番組の外にも出てくような形で、新しい音楽を作りたいね、なんて藤井くんと話してて、そのオーディションを、久々に開催することにしました。最初の年は福島歌姫オーディション。で、次が、福島歌男オーディションはい、でしたけど、今回は、題しまして福島歌人間オーディションというオーディションを開催します。でね、今まではね、課題曲っていうのを先に藤井くんと僕で作って、それをみんな歌ってもらったデータ、だったり録音したものを送ってもらってましたけど、そのシステムじゃないんですね、今年はね。ちょっと応募要項を読み上げますね。2015年、カナとイモニーズが誕生した福島歌姫オーディション。2016年、二人のキャラバンズを生んだ福島歌姫歌男オーディション。風とロックキャラバン福島による新たなオーディション企画が8年ぶりに動き出します。その名も、柳井道彦、藤井義行共同プロデュースによる福島歌人間オーディション。応募資格は音楽と福島を愛するすべての人です。姫でなくても男でなくても、年齢、性別、国籍、プロ、アマ、これも問いません。で、人数制限もなしです、今回。ソロ、デュオ、トリオ、カルテット、バンド、家族、団体、合唱団、など、いずれの、形での応募も可能です、ということで、そうなんです。だから、もしかしたらね、渡辺俊美が応募してくる可能性もあると。もしかしたら西田敏行さんが応募してくる可能性もあるし、なんでしょう、さっきの土屋さんに、教わってるね、小学5年生たちが、英語を教わってる小学5年生たちが、英語の歌で応募してくる可能性もあって、っていう、そんなオーディションです。応募方法は、応募者が、自分が好きな歌を歌っている動画、もしくは音声データを、応募動機を、記入した履歴書とともにメールで送ってください。この番組のアドレスは、メールアドレスは、krock@rfc.jp。krock@rfc.jp。もしくは、福島市下荒子8、ラジオ福島、福島歌人間オーディション係宛てにお送りください。そうなんです。ね、だからね、これ締め切りが早いです。あえて早くしてます。6月21日、もうすぐですね。だからもう、多分、新しく歌を吹き込んで送ってくれる人もいてもいいけど、すでに、
あの、こんな、あの、歌をこの前カラオケに行った時、あの、動画撮ってもらったよ、みたいな、それを送ってもらっても大丈夫です。一次審査は、6月24日月曜日までに通過者にご連絡します。これ早いですよ。二次審査は、6月29日土曜日、次回の風とロックキャラバン福島の公開収録で、その番組の中で行います。で、三次審査は7月開催の風とロックキャラバン福島。あ、7月のスケジュール出てましたね。7月は13日にキャラバンやります。そして、最終発表は8月開催の風とロックキャラバン福島、の番組の中です。これは、8月24日とスケジュールが出てます。で、最終合格者には9月開催の風とロック芋煮会芋煮シンフォニーふるさと郡山市海星山公園での、ステージにお立ちいただきますと、もう超シンデレラストーリーですね。20ぐらいはもう早いです。20より早いですね。はい、ですので、まあ、審査員は柳井道彦、そして藤井義之で行います。こんなロゴもできてますんで、後であの入り口のとこに置いておきます。さっきのうねめどんどこになぞらえて、キャッチコピーを皆さん聞いてねで歌は願いっていう風にしてます。なので、そのプロの登竜門みたいなことではないかもしれないけど、なんて言うんですかね、なんか楽しいじゃないですか。もうほんと子供たちでもいいし、で、うまい順に合格にするっていうことでもないですし、僕と藤井くんですから。皆さんが、これに、こう、応募してみるとか、チャレンジしてみるっていうことが、すごく楽しいんじゃないかな、なんて、思って、始めました。はい。ですので、もう一度言いますね。福島歌人間オーディション2024。こちらを、多分、どうだろう、これ、福島民放とかにも、募集の記事載ります。はい。皆さん、ご確認ください。購読料は月3700円ですね。はい。はい、風とロックキャラバン福島。今日は観音屋大成プロダクションランドセルの栄心の特別協賛で、古戸の町女性若者等活動促進施設から公開生放送でお送りしています。はい。曲がかかりますね。メガネツインズの曲をかけましょうとディレクターの大月さんが今メモを渡してくれました。メガネツインズも今年の9月に行われます、海星山で行われます風とロック芋煮会2024芋煮シンフォニーふるさとに、出演してくれます。亀田誠二さんは、そう、今日と明日、亀田さんが実行委員長を務める日比谷音楽祭というね、まあ、東京の日比谷公園というところで、行われてます。それがちょうど今日と明日開催ですね。僕も明日、ちょっと、見に行ってこようと思ってます。で、今日はね、そう、僕ちょうど今、風とロックスーパーアリーナの時作った、グレー、そしてド発展、この発表来てるんですけど、もう一人来てる人いたね、あそこにね。山口さんちのお父さんも来てくれてます。この番組が終わった後、埼玉県所沢のベルーナドームにね、グレーの30周年を記念したグレーエキスポ。これにね、これにって言うと出るみたいに聞こえるけど、これを急いで見に行きます。5時に始まってるんで、もうだいぶもう終わりのあたり見れるかなっていうぐらいですけど、急いで見に行こうと思ってます。はい、じゃあ聞いていただきます。楽曲メガネツインズゴーグルです。イエーイ、機種変することにして、70歳間近にして人生初のいわゆるスマホを手にした前はだ、随分前から欲しかったようで、それを手にした顔は誇らしげけれども、その扱いになれるには時間がかかりそうなヴィンテージマン。早くゴーグルを上手に操れるようになりたいと言い放った。
なんでスマホを持ちながら顔面に装着する道具が必要なのかと思ったら、Oh Father, それは Google だ、グーと読むんだ。 Oh Father, アルファベットそのまま読んだんだね。 Oh Father, でもそういうあなたがいいと思う。そのつぶらない瞳を守る Google の役は俺に任しといてくれ。嘆くことなんか何もないさ、きっと何もかもうまくいくよ。Everything gonna be alright よ。 Every 学校選び放題と間違えて歌おう。はい、メガネツインズ高橋優は今日は山形でコンサートしてるのかな、明日かな、今日かな。はい、全校日本全国弾き語りでコンサートツアー回ってます。じゃあね、ちょっとメール紹介して、その後安倍さんを呼びましょう。ケンパパからのメールです。安倍さん、柳井さん、こんにちは。前は確か新地町で安倍さんから40年も前の LP レコードにサインしていただきました。ありがとうございます。我が家の家宝です。安倍さんの歌を初めて聞いたのは45年前の大学生の頃です。アルバイトをして初めて買ったステレオセットで、大学に入学して初めて買ったオリンパスの果実、これ間違ってますね、オリンポスの果実ですね、ケンパパさん、オリンパスはカメラです。はい、何度も何度も聞きました。でもいいんですよ。今ね、ケンパパがもう最前列に座ってて、割ってこうね、片手でごめんやってました。まあ逆にね、こうやって印象づいていますからね。オリンポスの果実、いいアルバムだよね。いやー、これまあそこの隣の隣で うなずいてるね、方もいます。もう、62歳の方で、この隣の隣の方。まあ、仲良くなってください、ケンパパさん。うん。ちょっと挨拶して、お互い。うん。はい。さっきね、開演前、会場前に、僕ちょっと外、うろうろしてたら、色紙渡されてね。まずプレゼント渡されて、これ安倍さんに渡してください、もう任せてくださいって、預かって色紙渡されて、これサインもらってきてくださいって言われて、私誕生日なんでサインもらってきてください、もらってきました、はいってね、もらってきました。あ、ちょっと続き読みますね、ケンパパさん、これ長い、久々に熱いメールですよ。これオリンポスの果実を何度も何度も聞きました。コンサートにも行きました。当時はライブとは言わずコンサートと言ってたっけ。山形市民会館小ホールでお客さんがだんだんと少なくなってきて、大ホールから小ホールになっちゃって、もう山形のコンサートは最後ですと言った安倍さんが言ったコンサートから、次は十何年か経った長井市の不罰の森の記念コンサートでした。そしてその次に安倍さんと会ったのは風トルクキャラバン福島ライブ福島で、安倍さんが出演した時は YouTube で、妹の友達だった柳井道彦さんが安倍さんのファンだったと知った時はとても驚きました。そうなんです、大ファンなんです。また安倍さんの CD が発売される前に LP 音源を CD に焼いて岩手の友達に送ったら、これやっちゃいけないことなんじゃない？大丈夫？これ焼いてなかったね。はい、焼いてなかったです。送ったらとても喜んでました。同世代の岩手の人に安倍さんの歌が浸透しているんだなと感心したことを思い出しました。そんな縁のある安倍さんとまた会って歌を聴くことができる、とても楽しみです。リクエストは結婚前に神さんと岩手旅行に行った時にカーステレオで聞いた遠の物語です。よろしくお願いします。なんて来てます。あ、ちょっと待って、2時に呼ぶからまだ読めるね。あとはね、安倍さんのリクエストも来てます。リクエスト曲。別な方ですね。これ、誰だろう。ミキッポさん。365日。これはまたいい曲なんだよね。10代からファンになり、現在60歳を過ぎました。変わらない安倍さんの声が大好きですと。たくさんね、安倍さんにいろんな、メールいただいてます。じゃあ、みんなで、呼びますか？なんて呼ぶ？あんみつ？みつとし？その62歳のひろこさん、何がいい？みっちゃん？みっちゃん、俺もみっちゃんだけど。いい、みっちゃんで行きましょう。行きますよ。せーの。みっちゃん。あ、みっちゃん来ました。はい。ダブルみっちゃんでお送りします。アンベミストシさんです。どうも、こんにちは。
ダブルみっちゃん、ダブル金髪、ダブル金髪、ダブル金髪、ダブル。アンペさん、はい、あの金髪の前はなんか色を入れてたじゃないですか。ピンクとかね。ええ、あのなんかもうなんか去年70万歳になったんですよ僕ね。はい、70万歳でこの70歳を前に、はい、このなんか年がいのないじいさんになってやろうということになって。それでピンクに染めたりね、それからなんかこのもじゃもじゃ頭にしたりね、うん、あれはなんつうのこのアフロヘアみたいな、うん、あれ久しぶりにあのパーマかけるときにあの液体こうありますよね、はいはい、パーマあの感触がすごい蘇って、うん、すごい気持ち悪かった。どうでもいい話ですよね。しかもあのそのパーマのあれ外した瞬間ってなんか笑っちゃうんですよね、はい、プってね鏡見て。でもねこのね、うん、な脱色、はい、脱色するとき自分の顔鏡で見て、うん、お、なかなかいいんじゃないみたいな。いや、いいですよ。いいですか？いいですよ。ええ、はい、どうです？無理やりはしてる、無理やりはしてる。いやいや。はい。なんか天然記念物見てるような感じでこう見てくださって、いやいやいや非常になんか、ね、ありがたいですね。はい。あの、アンベミツトシさんは、まあ、僕も、ま、いろいろちょっと話、久々にしたかったんで、はい。今日こういう、あの、新しいスタイルを撮らせてもらってるんですけど、まあ、僕、まあ、先ほどね、ひろこさんは、今62歳で、歳の差が縮まらないね。そうそうそう。リベダ中で、さっき話しかけてくれた、はい、柳さん、アンベさん好きになったの15歳ぐらいの時でしょって言われて、私17だった、みたいなね。あの、僕が、あの、そうですね。僕の二つ上の方なんで。あの、やっぱその頃でしたね。まあ、もちろん、遠野物語、もうその前に飛行船というバンドをされていて、はい、で、遠野物語っていうヒット曲、東北でのヒット曲が生まれて、で、ソロになって、星の旅っていうね。あれはもう東北のこうラジオでかかりまくってましたよね。福島県でも。そうでしたね、あれはね。ラジオ福島でもそうだし、うん、あの NHK の FM 夕べのひとときって番組とかでもよく聞いてく、もう衝撃受けて、すごくこう、なんだろう、映画を見てるような歌詞でもあり、あの、人が使いそうで使わない言葉遣いをする、言葉の選び方をする歌の作られ方で。そうですね。あれ、地元で番組やってて、はい。それで当時あの、長手紙がいっぱい来たんですよ。長手紙、はい。それでその中にはね、あの、まあ、高校生とか中学生のあの子たちが、ちょっと死にたいとかっていう内容の、あの、重い内容のお便りが多くて、で、それにこう、まだその時25歳ですけど、僕ね。で、こう、なんか上手い具合に答えられなくて、じゃあ歌で、あの、返した方がいいんじゃないかということで、あの、私が星になったらあなたは泣くかしらっていうね、で、バカだな、星になったら夜にしか会えないよっていう、そういう、そこからあの、歌が作りが始まったんですよね。安倍さんの歌にはやっぱり星出てきますよね。星とか風とかね。風とかね、星とか。またその言葉の選び方、例えば、もしかしたら今日歌うかもしれないある歌でね。はい、例えば夜が明けるまでっていう風な歌詞を例えば頭に浮かんだとするじゃないですか。それ安倍さん夜が明けるまでって言わないで、星が消えるまでって歌うわけですよ。ね、その変換の仕方っていうか、その、なんていうのかな、ロマンチックっていうだけじゃない、うん、ダンディズムもあって、ロマンチックもあって、だけど、すごくやっぱ東北のね、イーハトーブの、なんていうのかな、そんな土地で生まれた人な感じがすごいして。そうだよね。うん、やっぱり、今日ね、すごく風が気持ちいい、うん、とこですよね、ここね。はい。はい、それで、なんか多分東北の人たちっていうのは、空が友達なんだと思うんだよね。で、まあ、普段付き合いの友達もいいんだけども、やはり誰にも言えないこととか、そういったものってこう、やっぱ空と対話するみたいなことってあるんだと思うんですよね。はい、だから、やっぱりそういう星とか風とか、ね、森とかそういったことになるのかなとか思いますよね。ちょっと星の旅、みんなと聞かないですか？まあ、これじゃなくても、あえて前半は音源として。はい、いいですか？いいですか？これ1900？何年ですか ?25 歳の時って。78とか79ってこと。ええ、僕ね、30? なんだ計算できないの ?1980 年が、中学を卒業した年で、で、安倍さんね、本人にも言ったことあるんだけど、中学の卒業アルバムが学校で配られる日があって、
その帰りに郡山の商工会議所のホールで安倍さんがコンサートをやるんで、まだ明るい時間だったんだけど、安倍さんなんか酒飲むかタバコ吸うかで外出てたんですよね、多分リハーサル終わって。酒は飲んでないでしょそこでわー安倍さんいるって思って、僕は中学の卒業アルバムにサインしてもらったんですよ ね、 それ見せてもらいましたよね。そうなんです、ね、ファイターっていうあの握り拳の絵も描いてくれて、まあそんなね、そんな安倍さんの星の旅、はい、いいですか、準備いいですか。あれこれあれなの、あの星の旅じゃないね、これはカバーですね、新しい星の旅。泣いてる君の手を引いてプラットホームをかけたんだ。わかっちゃいないんだ、惚れている理屈じゃないさ。どこかの街に着いたなら君の靴を買おう。それから少しお酒も今夜のために。いいですね、もう俺歌っちゃいました今。俺も歌っちゃったねこれでもラジオのいいとこは、ラジオ聞いてる人にはあの鼻歌で歌っちゃってるの聞こえてなかったからちょっと安心して歌いました。あのこれはでもカバーというか、はい、後に新たにアレンジされたバージョンですね。そうですね、はい、なんか僕はもうあの出てくるのが元々の最初のだとイメージしてたんで、そう、パパ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 パララン、オカリナ、そうです、木田隆介さんが吹いたんで、ね、ああそうか、ちょっとねあのガクってなりましたけど、でもやっぱりいい歌ですよ。なんかあの歌ってもう歌詞やメロディー、歌声にいろんなもの詰まってるけど、はい、やっぱりアレンジイントロ一つ一つの音にそこのひだに僕らの思い出がもう染み込んでるじゃないですか。あそうだよね。うん。だからいたずらにあのカバーとかするとね、がっかりされてるんですよ。がっかりはしない、そこからまた新しい、そこにあの記憶をあの上から塗っていくんだけど、なんかやっぱり音、うん、楽器、アレンジ、そういうものってすごく大事なものなんだなって感じます。うん、あのでもなんかそのあこれ失敗したなっていうのもあるんだよね。あるだからそれってもうずっと執念深くさ持ってるわけ。あもう一回出しちゃってるからね。いつか違うアレンジでしたいなとかね、そういうことを思うんですよね。まああとあのメールにもね、番組冒頭で紹介したメールにもありましたけど、はい、唯一無二の誰にも似てない歌声っていうね、これは本当にまああのお母さんありがとうって感じですけど、何かほら例えば上田正樹さんがあの声になるためにあのウイスキーでうがいしたとかあるけど、安倍さんはもうずっとこう天使のような天使じゃねえし、子供時代からすくすくと育ってきたわけでしょ、うん、いやあのなんかなんだろうね、あのこれがねマイク通すのと随分違うんだよね、自分の声ってね、うん、それで普段はこうなんか仕上がり声で喋ってるんだけども、あのどんどんこう上げていくとやっぱ違う声になっていくっていうか ね、それが面白いなと思います、ね、この声はたまんないですよね。いやいやいや本当によかったですねこの声もらえてそうだね。昔あのなんか高校時代にあのギターのクラブやってて、その2つ下の後輩がアムさんの声ってなんか変わってて面白いとか言ってくれて、うん、でそれからなんかその気になったみたいなことってありますよね。なんか僕昔もう本当に俺高校生ぐらいの時に善道寺文化会館で見たステージでトッポジ以上の前かなんかしてたの
思い出しました。以上皆さんもう知らないんじゃない？知ってるかみんなね。もう郷土人たち誰も知らないと思う。みんな若いから。トポジージョだよ。そうそうそう。いいですか。はい、あいんつまるけどね。すごくね、トポジージョ感もあるんですよね。そういう意味でね。いや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 、もうなんだか本当にもうこの喋ってんじゃなくて、安倍さんのもう早くライブになってほしいなと思いながらも、そうですね。あと何、いいですか、予定聞いてもいいですか。ああ、いいですね、聞きたいな。あの、予定っていう歌は、まあ、この番組でもお馴染みだと思います。はい、予定福島に帰ったらっていう歌があって、で、その歌ができた2年後が2011年。東日本大震災があって、猪苗代湖図の I love you and I need you 福島では埋めらんない部分が僕あるなと思ったんで予定をリリースしたんですよ。別な仲間たちと。その時、岩手も欲しいなって思って安倍さんに連絡をして、で、予定岩手に帰ったらっていうのを安倍さんが作ってくれて。はい、ありがとう。嬉しかったですね、電話ってね。でも、4月にお願いしてすぐ5月の頭に、メールで送られてきて、僕は忘れないんですけど、福岡にいたんですよ、その時。そうなの、自分のちょっと仕事で、福山雅治さんのコンサートに立ち会ってて、リクルートのゼクシーの、CM のために書いてもらった、家族になろうよっていう歌があって、それを初めてライブで披露する日だったんですね。で、それで帰ってきて、眠れなくて、ホテルのベッドにいたら、安倍さんから届いて、歌が、ね。で、もう、声出して泣いちゃって、ホテルの中で。やっぱり、まあ、みんなもそうだったと思うんだけど、なんていうのかな、ある種中途半端な位置に自分もいたので、そんな、俺が泣くなんて、そんな、まだまだ僕より泣きたい人たくさんいるのに、まだ泣いちゃダメだってずっと思ってた、席が切れちゃったんですね、この、岩手の、安倍さんのこの歌を聞いて。だから、すごく、ある意味、感謝してるというか、あそこでもう全部バーって、体の水分なくなるぐらい泣けたのを思い出しますね。いや、でも俺も、その福島に帰ったら聞いてさ、うん、いや、本当になんつうのかな、こう、胸が詰まって、うん、で、これは、俺も相当頑張んなきゃダメだな、みたいな、気合が入ってね。うんうん、で、だけど、岩手も広くて、いろんな町村があってね。うん、で、これを、こう、情報をいろんな網羅するため何がいいかなって言ったら、福島は福島にでしょ？そうです。で、俺はその、間がとっても、こう、なんかもったいない気がして、で、ここに、岩手に帰ったらって、こう、すぐ、こう、その中でもう行っちゃえみたいな感じ。2倍入ってますよね、だからね。で、そうだよ。帰ったらすることが。そうそう。うん、それで書いたんだよね。うん、でも、まあ、安倍さんからいただいたメールにね、その時ね、添えられてた、その、火の車っていう、はい、お店のママの話も歌に入ってたりして、で、今はこういう、状況なんだっていうような話も、うん、まあ、それも、なんていうのかな、その、歌を聴きながら、いろんな風にこう、思いを、こう、寄せましたね。うん、いや、でもうん、なんかバンドのサウンドも良かったよね。すごくナンバーザというね。いわき出身の富澤拓ちゃんがやってるバンドですけど。うんうん、じゃあ聞いてみます？安倍光俊とナンバーザで、予定、岩手に帰ったら。岩手に帰ったら盛岡に行って冷麺とジャージャー麺とワンコそば食べる。岩手に帰ったら小祝に行ってソフト舐めぼーっとする。岩手に帰ったら藤沢に行ってよいちゃんとこの田植え手伝う。岩手に帰ったら宮古に行って三鉄乗って弁当食べる。
手に帰ったら花巻に行って温泉に浸かる。岩手に帰ったら遠野に行った自転車に乗って遠野物語聞いた。岩手に帰ったら一ノ関に行ってベイシーでジャズに浸る。岩手に帰ったら富士に行って鳥政の一門で焼き鳥食べる。岩手に帰ったら広野に行って満天の星青い。岩手に帰ったら亀山に行って風の声を聞く。岩手に帰ったら釜石に行って日の車でママと笑う。岩手に帰ったら高田に行って喧嘩七夕大根浴びる。思い出しちゃう、うん、この年の9月に行われたライブ福島風トロックスーパーノマオイというね、福島県の6つの会場を西から東に移動してたロックフェスのこの最後いわきの会場に、はいはい、9月19日です。雨が降っているいわきでしたけど、日産自動車の工場でやったコンサート、安倍さんも来てくれて、この宮城のバージョンを歌ってくれた工藤官九郎さんもね一緒に出てくれたりして、いろいろ思い出しちゃいます。なんかでもこうさっきのケンパパもそうだけど、まあ、はい、ひろこもそうだけど、こうなんていうの、自分が中学や高校や大学の時に出会ってしまった音楽をねずっと大事にしてっていうか、生き方にすら影響を及ぼしながらね、一緒に生きてくって、なんか悔いはないなって感じが僕がして、まあ、その元締めとしてはどんな感覚なんですかね。いや、安倍さんの歌にもうたくさんの人が救われたり励まされたり共感したり、重くないの。いや、もう自分のことで精一杯なので、うん、なんかそれを気に入ってくれて何かそういうことでね、そうなるならすごく光栄だしありがたいなっていう感じかな。ヒット曲をなんかすごい強制された時期があったんだけど、うん、でもやっぱりなんかすごく自分の中ではこう違和感があって、はい、
相当こう変な人なんだなって。もう約束も守らないし、仕事ならね中にいて、そうね、3年乗れまくってきましたからね。はい、はい、今ヒット曲の話で聞くとね、はい、初期のヒット曲的なものはこの君が好きで、すごい素敵なジャケット、ね、ラジオ福島のどっかにあったんだね、本棚の中に。しようぜしようだ、完璧だから。すごいな。あ、もうすごい かっこいいよね、この安部さん。君が好きもきっとそうやって、売れ線とは言わないけど、たくさんの人に届くようなことをきっと思い描きながら書いたんだろうなっていうのが高校生の自分にも感じられてね、それが嬉しいような、それこそこの歌じゃなくて寂しいようなみたいな気持ちもちょっとあったんだけど、この君が好きっていう歌は本当に なんだろうな、とてもいい歌で、その、ヒットを狙いながらもいい歌で、うん、まあ狙いって、うん、これ本当反戦歌だったんだよね。全然違う歌詞だったんだよ。ね、うん、それでそう言ってた、うん、鈴木康弘さんがプロデュースし、はい、オフコースのね、はい、くださったんですけど、うん、そういうんじゃなくて、もっとなんかそのまもっとなんか分かりやすい表現にしてみたらどうかって言って、うん、君が好きっていう、はい、でこれ今君が好きを元にしてサブメロを作って、そうなの、だから柳井さんたちの世代が、はい、その後どうなったかって、それからの君が好きを同時にこう楽しめるような構成で、40何年の軸を超えてますね、40何年だ、でそれをね今配信中なんだけど、それをね、まあ、ここでちょっとまだ言えないんですけど、もう一つなんか面白いことになりそうな計画が進んでいます。すごいアイディアを形にしますね。なのでその、はい、元になった君が好きをちょっと聞いとくと、はい、いいですね。もしかしたらこの後2時台後半より深くね、そのいろんな音楽を聴けるかなと思うんで、ちょっと聞きます。はい、ここ確かにすごい安さんっぽいですよね、ここのとこね、はい、波のとこ入ってる。はい、なぜ君はここにいるの、どうして僕とここにいるの、なぜ君は何か怒って歌ってるでしょ。怒ってるの？これね、ヤス、うん、さんと歌う前に、うんうん、お前なんで俺の言うこと聞かないんだって言われて、そこでうっとしながら歌ったんだよね。はい、もうトーフコースのね、鈴木康弘さんですね。ソロ版やってるから、ね。はい、もうこれ安部さんとこういう話、僕もう全然足りないなと思って、もう時間なんですけど、またやりたいですね。あ、ぜひ。ラジオ福島で、みっちゃんみっちゃんみたいな新しい番組作ってくれないですかね。みっちゃんみっちゃん、いや、金髪みっちゃんみっちゃんみたいなやつ。金密ずっと安倍さんと2人パーソナリティでやりますんで。ちょっとぜひ編成部長、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけでね、この後、安部さんの、時間ですけど、まあ、本当にもういろいろかけたい曲聞きたいけど、その365日っていう歌は、あれなんですよ。まあ、一年の長さですけどね、僕が会社をやってる時に社員の披露宴で歌いましたね。これはすごいあれだよね。画期的だよね。もうなんか、奥さん教育みたいな感じでしょ。今ダメだよね。これ今全然ダメなんですよ。これ多分問題になると思います。問題になるよね。だからそのパートナーが死にかけてる時も飲んだくれてるかもしれないって。それでもいいのかって突きつけてる歌詞なんです。とんでもない歌だよね。ひどいよね。ひどいんだけど、なんていうのかな、もう、小さい時に聞いちゃうと、中学高校でそれ聞いちゃうと、そういうのが治んなくなっちゃうね。そうだね。すごい恨んでます、今、安倍さんのこと、そこの部分は。やっぱ昔は、なんつうの、その、覚悟は言ったってことかな。はい、今、覚悟いらないもんね。すぐ分かれちゃえばいいでしょうかね。はい。ダメならいいや、みたいな感じだからね。はい、カセットロック、キャラバン、福島、今日は、観音屋、大成プロダクション、ランドセルの栄心の特別協賛で、古戸の町女性若者等活動促進施設から公開生放送で、安倍光俊さんとお送りしております。さあ、それでは、安倍さんのステージ、セッティングをお願いします。いいかな？いいかな？あ、ちょっと喋っててと。いやいやいや、どうなんだろう？こういうラジオってさ、もう俺が、この人好きですみたいなことだけ喋ってて、聞いてる人、置いてけぼりになってないかな？なってるよね。大丈夫じゃないですか？大丈夫ですかね。でも音楽は、いい音楽がね、かかってますから。はい。じゃあ、セッティングお願いします。はい、じゃあ、もう、安倍さんのトークでお願いします、ここから。もうやっていいんだよね。はい、そうです。はい、ありがとうございました。本当にもう、長丁場で、柳井さんすごいですね。休みなしですよね。素晴らしいですね。今日は、弾き語りとかいろいろこう考えたんですけれども、今、宝島バンドっていうバンドで、ツアーをやってまして、去年からやってるんですが、そのバンドの流れもちょっと聞いてもらいたいということで、カラオケも使いながら、カラオケを使いながらやっていきたいかななんて思っています。一曲目はね、これ47年前の、すごいね、この47年前の歌、これを歌うって言うんですよ。これをね、シャッフルにアレンジして歌います。青春の踏切で。吹っ立てて崩れ落ちた赤い海の毛を覗いたら絵はがきが夏を知らせに駅の公衆電話からしばらく旅に出るよと言ってきたお前からだったどこの街にも人の泣き笑いあるんだねと短い分の交換にお前の安らぎ見えた青春人生の踏み切りで鳴る鐘が若さの終わりを告げる俺たちの中で何かが音を立てて崩れ落ちた
口を舐め合うのはもうよそよと俺たちは悲しみを捨てたはずなのに小春日和背に背負っても虚しさが道端に転がってるそんな毎日さ何を求めたのかも今は知らないけれど大人になれば笑って言える時が来るだろうか青春人生の踏み切りでいらなかった寂しい野良犬たちを俺たちの中で何か音を立てて崩れ落ちた青春人生の踏み切りで若さの終わりを告げる俺たちの中で何か音を立てて崩れ落ちたビビ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 だけを思っていればいいさ
別れて星になる。信じること、きっとそれは後で後で泣いたりしないこと。街を吸って最後の一本を、言葉はいらない、それが答え。街を吸って明かり灯して君の目を、その唇を、ああ365日焼き付けていたい、君が好きだ。街を吸って最後の一本を、言葉はいらない、それが答え。街を吸って最後の一本を、言葉はいらない、それが答え。街を吸って最後の一本を、言葉は今いらない。2017年にね、柳さんにお手伝いしていただいて、被災三県岩手、そして宮城、福島の皆さんに、震災のこととか、それからふるさとのこととかをテーマにしてね、短歌を寄せていただいて、それに東北ゆかりの、音楽家がメロディーをつけて、そしてコンサートを行うというふるさとを歌う短歌コンサートというのをやりました。その中で、僕は、二つの作品を作ったんですけども、その一つの、一つで、未来へのメモリーっていうタイトルで、その前はね、違うタイトルだったんですけども、仙台、そして陸前高田で被災した小学3年生当時ですね、その人たちが6年後に、その当時のこととか、それから今までのことをね、振り返って短歌にしてくれた。それに安部が曲をつけた歌があります。なんていうのかな、この、本当にまたね、能登の方でも起きたし、それからいろんなことが、想定されてるんですけども、東日本大震災で、いろんな、気づかされたこともたくさんあると思うんですけど、それをこう、なんか、大事に、なんか、学んでいってほしいななんて思っています。それでは、この未来へのメモリー聞いてください。歌詞は子供たちの短歌です。あの日から喧嘩したまま時は過ぎ、謝ることもできないままに待ってたよ。ブランコ揺れて「また会える生まれ変わっても」「ああ君が大好き」「夏の海戻ってこいよ」
僕たちも明日に向かって頑張るからな。震災で瓦礫だらけのこの街でここに生きてる、あ今僕たちは父さんの夕日に染まる大きな背いつも待ってる、ああ心の中で、また会える生まれ変わっても、ああ君が大好き、夏の海戻ってこいよ、僕たちも明日に向かって頑張るからな。震災で瓦礫だらけのこの街でここに来てる、あ今僕たちは夏の海戻ってこいよ、僕たちも明日に向かって頑張るからな。震災で瓦礫だらけのこの街でここに生きてる、あ今僕たちは隣が小学校なんだね。すごい芝生の校庭だよ。びっくりしたよね。なんか俺もう一度ここで小学校から持ち出られたよ。少しまともな人間になってほしいね。え、素晴らしい芝生の校庭だってね。転んでも全然怪我しないよね。うわ羨ましいな。でも本当になんかその子供たちの学校の校庭が芝生っていうのは何かこの街をこう代表するとか象徴するんじゃないかなっていう、本当になんかそれを見ただけで、あ、いい街だななんて思いました。え、今日はせっかく来たのでほとんど古戸の街知りませんけども、ホームページを限りなく見て、僕は君が好きで古戸の街っていう歌を作ってきました。その中で、いぶきっていうお酒が大好きでね、本当にここの酒蔵、この町の酒蔵だってね、気がつきてびっくりしました。さっき、当時そして代表社員の柳井さんから、
お酒一本いただきました。もう早く飲みたくてしょうがないですけどね。山の緑深まる夏の初めに、古殿の町に歌いに来ないかい。ぐいと煽れ息吹情熱酒を、熱いお湯に浸かれば笑顔も湧くさ。懐かしい文字で書く手紙に添えて、さなぶり仲間の写真があった。僕は君が好きだよ夕日とともに、喜びも悲しみもくくる暮らしも。100年見守る次第の桜、お風川の歌に夏を忘れる。この大風川渓谷っていうのがあって、東日本大震災の影響で今、通行禁止になってるんだよね。いやー、こんなに経ってるのにね。不動滝のもみじ秋を告げれば、やがて降り積む雪に夢を咲かそう。忘れかけた瞳で迎えた君は、言葉よりも大事なものを見てきた。僕は君が好きだよどこにいたって。懐かしいふるさとのぬくもりがする。この街に暮らす日をそっと夢見る。三株さんの頂富士を見つめて。三上さんの頂から富士山が見えるんだよ。知ってた？初めて俺も知った。すごい。空が光り風が優しくよぎる。残してきた日々が切なく浮かぶ。どんな風に生きよう、これから先を、旅人でいるまま日が陰り出す。僕は君が好きだよどこにいたって。思い出す心が優しく歌う。ララ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 、どこにいたって。ララ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 、優しく歌う。山の緑深まる夏の初めに、古殿の町に歌いに来ている。ありがとうございます。福島でね、最後にやったのは、まあ、ライブというか、新地でね、やったのが、2017年。その前も、新選組に何回か、いろんな街でやらせていただきましたけど、郡山でもやりましたね。
で、もう単独コンサートでも本当に20年ぐらいやってないので、ちょっと、今アルバムを制作中なんですけど、といってももう4年ぐらいかかったんですけどね、もう CD 発売記念コンサートで、なうって出せなかったという、そういうひどい人なんですけどもね、それを完成させて、今年が来年、福島でライブをやりたいと思います。よかったら皆さんぜひお越しください。ありがとうございます。それじゃあ最後の歌になります。これはね、さっき何さんとお話ししましたけど、君好きっていう歌です。鈴木康弘さんプロデュースのアルバムの一曲ですけど、これをね、新しい、このメロディーが主メロがあって、そしてサブメロがあって、そのサブメロの方に、それを聞いてコンサートに行ったよとか、そういったそれからの、君好きとなっております。それではお願いします。配信中ですので、よかったらぜひ。懐かしいメロディー、ラジオから流れた、今も胸が温かくなる。初めてのデート、出かけたあのライブ、君が好きと一緒に歌った Any's Love、 そんなに優しく見つめないで、切られたらもう何も言えなくなりそう。心配してないよ、切ないこともたまにはあるさ。今度の土曜日ライブに来ないかな、君が好きと歌えばいつでもエリーザマ、たった一度の青い日々、寂しいドラマを息があって演じていたのかもしれない。君が好き好きだから、こうずっと思い変わらない。君が好き好きだから、ずっとあの心のまま、君が好き好きだから、ずっとあの心のまま、君が好き好きだから、ラララ
two, three, four. Oh! ありがとう。アンベミストさん、ありがとうございます。ありがとう。アンベさんは10月12日土曜日に東京の、まだいて、いてくださいよ。東京の会いましょうというね、アイムはショーと書く、僕がクリエイティブディレクターをしてます、東京有楽町の、その場所でコンサートをされます、ワンマン、東京でのワンマンをされます。再選考予約受付っていうのを明日の夜までやってる。これはホームページですか？X ですか、キャピタルビレッジという。キャピタルビレッジの方に。はい、ぜひぜひね。なので、10月12日土曜日はキャラバンは絶対ありません。僕はそう。それ見に行くから。ありがとうございます。はい。はい。皆さんもご予定してください。そして、福島歌人間オーディション。これはもう締め切り迫ってますので、ここにいる全員がもう応募資格あります。新しい歌と人間の可能性を、切り開いていきたいなと思っております。はい。風とロックキャラバン福島、今日は菅野屋大成プロダクションランドセルの栄心の特別協賛で古戸の町女性若者活動促進施設から公開生放送でお送りしました。そのオーディションのね、第2次か、審査も行われる次回は会津若松市6月29日です。会津若松市港町の基幹集落センターから公開録音になります。ゲストはロー IQ1 藤井義行、この2人です。その後は7月は13日8月は24日、10月12日はキャラバンではなく安部さんの東京でのコンサート。はい、ありがとうございました。今日は安部さんありがとうございました。皆さんもありがとうございます。ぜひ道の駅等々寄って帰ってください。古戸の町からお送りしました風とロックキャラバン福島、パーソナリティ柳井道彦でした。ありがとうございます。ラジオが続いています。でも君好き最後の歌で懐かしいメロディーラジオから流れてってぴったりでしたね。今日の感じに安部さんのマイクください。 ありがとうございます。はい、ねえ、いやいやいや、本当あなたに締めを歌ってもらったかったんだけど、今度やりましょう。今度はラジオ番組 の、 初回でやりましょう。いやー、でも古戸の町の歌も素敵でしたね。僕は君は好きだよ、もともと知りたかったですね。いろいろ歴史のある町なんでね。君が笑顔忘れたらこの歌を歌うよ。そして君が元気